梅原武史、梅原武史、梅原武史、1925年3月20日体は、日本の哲学者である。ものくり大学総長、初代、京都市立芸術大学名誉教授、国際日本文化研究センター名誉教授、東日本大震災復興構想会議特別顧問、名誉議長、壁南市哲学体験村無害名誉村長、また、 京都市名誉市民でもある。京都大学文学部哲学科卒業、立命館大学文学部哲学教授、京都市立芸術大学教授、学長のほか、国際日本文化研究センター所長、初代、社団法人日本ペンクラブ会長、第十三代などを歴任した。龍谷大学文学部の講師を経て、立命館大学文学部の講師、助教授、 教授を歴任した。その後、京都市立芸術大学に展示、美術学部の教授を経て学長に就任した。その後、国際日本文化研究センター、歌唱創設準備室の室長として、国際日本文化研究センターの創設に尽力し、設立後は所長に就任した。実存哲学について、研究に取り組み、その後、梅原日本学と呼ばれる。 独自の世界を開拓した。また、スーパー歌舞伎、スーパー脳を創作するなど、幅広い活動を行っている。これらの業績が評価され、文化功労者に選出され、後に文化勲章を受賞した。京都市立芸術大学名誉教授、国際日本文化研究センター名誉教授、京都市名誉市民の称号を贈られている。宮城県仙台市で生まれ、 愛知県北郡で育つ。実父は愛知一中、八甲を経て、梅原の出生当時は東北帝大の学生だった梅原半士。実母は半士が下宿していた仙台の魚問屋の娘、石川千代。共に学生だった実父母の結婚を梅原や石川家が認めなかったため、生児として誕生した。入児期に実母を亡くし、生後一年九ヶ月で、 北半島の名士で、梅原一族の棟梁であるおじ夫婦、梅原半兵衛、春に引き取られ、養子となる。実父の梅原半次、工学博士は、大学講師を退職後、三軒のバーキャバレーを経営していたが、豊田木一郎に誘われ、戦後豊田自動車に入社、豊田自動車常務や豊田中央研究所所長などを務めた。私立東海中学には、南千町、 当時は内会長の実家から2時間半をかけて通学した。1942年、広島高等師範学校に入学するが2ヶ月で、退学、翌年第8高等学校門下に入学。理科系の父に似て数学が得意だったため、父や周囲から門下進学に反対されたのを押し切っての進学だった。青年期には、西田北郎。 田辺元ら京都学派の哲学に強く惹かれ、大学進学に際しては、東京帝国大学倫理学科の和辻哲郎、東大府人前は京都大哲学科の西田の下で助教授であったの下で、学ぶか、あるいは京都学派の影響が残る京都帝国大学哲学科で学ぶかの選択に迷った。そして結局、1945年、京都帝国大学文学部哲学科に入学。 その年田辺は退官しており、西田もすでに1928年に京都帝国大を退職していたが、梅原は京都帝国大哲学科には西田の影響が存在すると考え、京大への進学を選択した。父親は哲学会の進学を歓迎しなかったが、梅原の熱意が強いため許可した。入学直後、徴兵され、9月復学。大学時代には、 ジップのところに戻り、父が勤めていた、トヨタ自動車に近い愛知県岡崎市や萩町や、上高寺などにも居住した。1948年、同大を卒業。大学院では、山内特立、田中道太郎に指示、マルティン・ハイデッカー哲学に惹かれつつもギリシア哲学を専攻、しかし二度にわたって田中と対立した。最初の論文、闇のパトス。 1951年は、哲学論文の体裁を取っておらず、はなはだ、不評だったが、後に著作集、第一巻の表題となる。20代後半、強い虚無感に襲われて、賭博にのめり込むような破滅的な日々を送り、1951年、養母、春の勧めで、ピアニストの夫人と結婚、同年、長女が生まれた時、ヘラクレートスについての論文を書いており、 日の満ちる里という意味でひまりと名付ける。ひまりは後、バイオリニストとなった。そして、ハイデッカーの虚無思想を乗り越えるべく、笑いの研究に入り、いくつかの論文を発表したが、これは完成しなかった。三十代後半から、日本の古典美学への関心を強め、三蓋ダミネ、若体十種について、1963年という論文を書く。 笑いの研究を始めたことについて、梅原は、フリードリヒニーチェや、マルティン・ハイデッカーの実存主義哲学から出発したが、現実の生活に苦しくなると実存を頼ることはできなくなり、実存の論理を超えるために、自分の心の暗さを分析して、闇のパトスを書き、ニヒリズムを超えて、人生を肯定するために、笑いの哲学を目指したのだという。寄せに通い、渋や天外、 藤山博美、大村昆などを研究の対象として論文を書いた。その後は、精力的に、神道、仏教を研究している。NHK テレビの生放送中に、薬師寺館長の橋本教員と、有意識をめぐり、大激論を交わす。京都赤王寺、京都市左京区、哲学の道近辺の和辻哲郎宮邸に住む。日本仏教を中心において、 日本人の精神性を研究する。西洋哲学の研究から哲学者として出発したが、西田北朗を乗り越えるという自身の目標のもと、基本的に西洋文明、すなわちヘレニズムとヘブライズムの中に作られてきた西洋哲学、進歩主義に対しては批判的な姿勢を取る。その根幹は西洋哲学に深く根付いている人間中心主義への批判である。 西洋哲学者が多い日本の哲学界の中で異色の存在である。市川猿之助劇団のために、山戸健部や大国主、奥里などの歌舞伎大本を書き、これが古典芸能化した近代歌舞伎の殻を破ったので、スーパー歌舞伎と称している。また、ギルガメシュ女子史を擬曲化したギルガメシュは、中国の劇団が上演し、中国の環境問題の啓蒙に、 大きな役割を果たしている。ただ、演劇では、自分の思い通りにならないということで、小説版、ギルガメッシュを執筆しており、売れなかったが本作が自身で一番の作品だと、語っている。中世小説集や、物の語りなど説話に基づく、短編小説集も、評判をとっている。また、王様と、恐竜、ムツゴロウ、クロウ人間生島などのスーパー狂言の台本も、 書いている。九条の会の呼びかけ人の一人、平城遷と千三百年記念事業特別顧問。2006年には、源氏物語千年記の呼びかけ人となる。鈴木大説を、近代日本最大の仏教学者と位置づけ、その非戦論の重要性を訴える。また、梅原日本学と呼ばれる一連の論考では、飛鳥時代の大和朝廷の権力闘争を追求するなど、 古代日本史の研究家としても知られる。天皇制への支持は強く、世界主義と、排外的なショナリズムの双方に批判的である。靖国神社や憲法改正には、基本的に否定的な立場を取る。イデオロギーの学術への介入それ、自体を批判している。なお、1991年には、メッシュードとして、皇居家会をはじめに出席している。また、 熱烈な多神教有理論者、反一神教主義者である。多神教は一神教より本質的に寛容であり優れていると主張しており、続けて多神教が主流である日本文化の優越性を説いている。その説は多くの日本文化の優越を語る日本人論に影響を与え、そのため梅原は中曽根康弘が創設を主導した。 国際日本文化研究センターの初代所長に就任することになる。一神教的な思想と多神教的な思想について古代ギリシアの哲学者であるプラトンとアリストテレスを対比させる。アリストテレスのように生物の多様性に目を向けることが重要だと語る。臓器移植反対論者としても知られている。 原子力発電所に対しても1980年代から反対論者の立場を取る。日本漢字能力検定協会の大久保理事長に依頼され、約10年にわたって同協会の評議員を務めていたが、その間、会議出席などの評議員としての活動を全く行っていなかった。2009年に発覚した協会運営問題に際し、このことについて、 信用したことを後悔している。関連会社への委託などをとんでもないことで、評議員の機能を果たせなかった自分への怒りも感じる、と返した。ジップ、梅原判事は、工学博士で、トヨタ自動車常務取締役やトヨタ中央研究所、代表取締役所長を務めた。恋愛の失敗で心に傷を負いキャバレーを経営していたところを、 豊田紀一郎に引っ張られ、技術の世界に復帰し、後に豊田コロナを設計した。著書に、技術者としての経験をまとめた、純の中の不純、黎明書房、1974年、自伝的な平凡の中の非凡、厚生出版社、1990年がある。小説家の小栗風洋は、養母、旬の兄にあたる。同じく小説家の小中洋太郎は、 両母の名の夫にあたる。長男に芸術学者、美学者で、京都造形芸術大学芸術学部教授の梅原、健一郎。その妻は、ノーベル小学者、福井健一の娘の宮子。長女に、バイオリニストで、京都造形芸術大学非常勤講師の梅原、ひまり。その夫は、京都造形芸術大学副学長で建築家の横内俊人。 親友には、兄弟哲学科からの同級生である、橋本峰夫と藤沢則夫、立命館大学勤務時代に同僚だった白川聖がいる。若い頃最も親しかったのは、源の両園だという。兄弟哲学科の4年先輩にあたる上山春平も、親友であり、上山に誘われ、当時、京都大学人文科学研究所教授の桑原、竹尾らと知り合い。 交友を深め地遇を得ることになる。芝良太郎とは、長年の交友があり、芝の作品である、空海の風景の正直な批評を出したが、彼を激怒させて、以来、二人は、犬猿の仲となる。その後は、和辻哲郎文化賞の選考委員を互いに務めた、縁で、仲が直り、芝の死去に関しては、追悼文も書いている、国際日本文化研究センター設立以前、 梅原は芝に評議委員として選出しようと懇願したが断られた。生前に交流はなかったが、三島幸夫と同年齢であり、三島の死後に梅原の飛躍があったことから、三島が自分に乗り移ったと思っている。高橋和美とは交流があり、高橋の死後、自分は長いものを書くようになったから、高橋が乗り移ったと言っている。 四十歳過ぎまで単調はなかった。自ら著作集の次女において語るところによれば、これは、諸女作というものは、頭の先から尻尾までも全て独創的であるべきだという事故の信念のためであという。1965年、仏像案内のテレビ番組の司会をし、これを本にした仏像から心と形を、沢隆賢、餅月信成との共著で刊行。 毎日出版文化賞を受賞。1967年、中高新書から地獄の思想を刊行し、古代から宮沢賢治、太宰治に至る記述を行い、ベストセラーとなる。その後日本仏教の研究を行い、釈迦からインド仏教、中国仏教を経て、鎌倉新仏教までを述べる長編の仏教史、仏教の思想、教長を表すなど、多くの対談等の本。 美と宗教の発見等の論文集刊行の後、創刊された文芸雑誌、スバルを舞台に古代史に関する研究的評論の連載を始める。大白な知識による大胆な仮説により、梅原古代学、梅原日本学、音量史観といわれる独特の歴史研究所を多数表している。梅原日本学は主に三つの柱からなる。 梅原説の信奉者の有名人には、伊沢元彦がいる。ただし、推定の歌が成り立たないことは、猿丸原始業に書いてある。国文学、考古学、歴史学の立場からは批判も多い。例えば、法隆寺を、聖徳太子一族の鎮魂の寺院とする考え方からは、坂本太郎の法隆寺音量寺説について、日本歴史第300号を皮切りして、 厳しい批判や反論が出されている。また、推定の歌における、柿の本の人丸を推し形説は、増田勝美らによって、批判論文が提出されている。仏教学者の袴、谷の明は、吉本孝明、中沢新一との教著、日本人は、思想したか、慎重者について、この三人は、仏教の基本的な、常識さえ知らず好き勝手な発言を繰り返している。 本書を書評対象に選んだのは、かかる、いかがわしいものをただ売るに任せることはできなかったからに、過ぎないと激しく批判し、単純で、基本的な誤りや曖昧で、説明不足な箇所も少なくないと苦言を提ている。人類哲学は、初期の西洋哲学、実存主義研究、そして日本文化研究、梅原日本学を経て、2013年、人類哲学除雪。 岩波書店で提唱された哲学的、倫理学的な主張である。まず梅原は、ギリシア哲学を起源とする西洋文明に特徴的な哲学フィローセフィアのあり方を指摘する。中国哲学やインド哲学というような呼び方は西洋哲学の基準に合わせてそう呼んでいるだけであり、哲学フィローセフィアは未だ西洋哲学しかない、と梅原は言う。梅原は、 西洋文明の枠内にとどまらない、あらゆる文明、文化圏、地球のすべての人類に対応できる、人類哲学を打ち立てようとし、その鍵となる概念を、仏教用語、草木国土かり成物として提示する。人類哲学序説では、まず近現代哲学の批判的検証がなされており、ルネデカルト、フリードリヒ・ニーチェ、マルティン・ハイデガーを、主な批判対象、 肯定的に評価している点や、梅原自身が影響を受けた点なども記されている。として、西洋哲学における人間中心主義の問題とそれを西洋哲学の枠内で乗り越えようとすることの限界が論じられ、その上で、草木国土失会成仏へ至る議論が展開されている。他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。